8月1日、彼女が目を覚ましたとき、すべての記憶は失われていた。傍らにいたのは、自らを精霊と名乗る不思議な青年。これは、とある世界の、とある国の、とある女の子の、彼と共に紡ぎ出す、一つの物語。あ、目が覚めた？気分はどうかな？僕の姿は認識できているかい？静けさの中、逃げるなよ、お姫様。こういうのに憧れてたんだろ。こうして触れたいと思うのも、抱きしめたいと思うのも、キスしたいと思うのも、君というたった一人のプリンセスだけ。姫、そういう顔をされてはこちらまで戸惑ってしまう。ほんと困ったお姫様だよ。だから放っておけないんだけど。ほんの少しの間でいいんだ。俺を君の王子様でいさせてくれる。じゃあ、改めて初めまして。僕の名前は、名前は、ようやく僕は自分の正体を知ることができたよ。